お前ら早く食べろよ。今更食いても始まらねえが、相変わらず耳が早えな。どいてどいて、もうどいてってばよ。何をしらばっくれやって。その間に俺は何一つ手を打ってこなかった。あ、ムチムチ姉ちゃんを連れてくればいいんだな。とにかく今は人手が足んねえんだよな。お前んとこの班まだ謹慎中だったよな。ふん、何が取材だ。お前な、いたずらってのはもともスマートにだな。あ、結構似合ってるじゃないか、そのカバン。ダメだ。風の時はおかゆが一番なんだってばよ。あ、俺も一人ぼっちだった。お前が母さん怒らせるからだぞ。うるせえ。さてはさては、むっつりスケベの一撃だってまぐれだな。お前、一楽のラーメンの凄さを知らねえな。改良を重ねられた栄養、一楽のラーメンの兵糧丸並み。しかしサスケとボルトに昔会ってたなんて。あんた、本当にやる気あんのか。うん、そんな感じだったかな。うんと修行して、誰よりも強くなって、火影を越すんだ。気に入っちまってよ。すんげえ、スケベのくせにかっこいいってばよ。はあ、待ってました。ん？いや、いるというか好きというか。さくらちゃん、いや、いや、母さんがぜひラーメンが食べ、ん？あ？お邪魔虫ともども刈り取ってあげましょうか。俺も一人ぼっちだった。ふざけるな、容認できるか、そんなこと。本体を犠牲にするとはなかなかでしたが。さて、人質は一人で十分。お邪魔虫ともども、完全に伸びてるってばよ。やっぱり弱いじゃんこいつ。すっかりこの店が気に入っちまってよ。しかし、座れ。勝手にナルトのそばを離れるな。ああ、思い出すな。わかりやすく言えば妖怪みたいなものだ。五影からも直接頼まれている。昔はもっとちっちゃい店だったけど、今はすっかり。お前を食い殺したいが、この門が開かぬ。それと同じくらい、クラマに。どちらかといえば。これで本当に終わりです。厄介な目を持っている。生きてる世界が違いすぎるってばよ。Several days later.
何か言いたそうだな。自分を信じきっている目だ。前にも言ったろ。